はい吉田隆の教え方チャンネルです今日は六年生の道徳世界人権宣言から学ぼうについてお話をします、えー、内容項目は規則の尊重ですはい、えー、それではあらすじです、えー、世界人権宣言は1948年に国連で採択された戦争を再び起こさないためには一人一人が大切にされる世界でなくてはならないという考え方であるとしかし 世界人権宣言が目指した社会が実現される世界への道のりはまだ遠い。自分たちのクラスは世界人権宣言が目指すクラスになっているかどうかを考えてみようという内容で実際に世界人権宣言の条文も示されているとこういう内容です。 はいえー、規則の尊重ということで学習指導要領の解説を読んでみました赤の部分ですね身近な集団の生活を送る上においてもみんなで互いの権利を尊重し合いとこの部分が一番関係してくるかと思いますね、まあ、積極的な行動ができるようにする必要があると、えー、ね続くんですけどもそこまではちょっとこの教材では無理かなというふうに思っています えー、そこで、ですねこれ、世界人権宣言の実物ありますので世界人権宣言を読み自分たちの学級がお互いの権利を尊重し合う学級になっているかについて考えさせると、まあ、その上で自分の行動を振り返るってことができたらいいなというふうに思って計画を立ててみました。 はい、えー、それでは授業です。えー、この教材文、非常に長いんですけれども、まず教師が読みたいですね。えー、その際、これ、教科書にも書いてあるんですけれどもね、この丸印ですね、緑色の丸印の条文だけ読むと、えー、そして全文を読んで、まずですね、一番大切だなと思ったのは何条ですか、理由物事に書きなさいということで、まあ、このような指示の方が感想という漠然とした形で書いてもらうよりもいいかなと。 そして子どもたちがどこが大事だと思っているのかという実態を知る上でもいいかなというふうに思いますね。えー、続いて、えー、教科書の課題、人の悪口を言っていいという考えについての条文をもとに反論してください。これですね、教科書に非常にいい課題があるんですよね。人には自由に意見を言う権利がある。だから、人の悪口を言ってもいいんだという人がいたとします。 その人に世界人権宣言で言われることを使って反論しましょうと、これそのまま使えばいいと思いますね。えー、ただですね、どう書くのか、なかなか難しいので、私は人の悪口を言っていいという考えに反論します。それは 第0条に○○と書いてあるからですというようなフォーマットを与えた方がいわゆる型を与えた方がいいかなと思いますね。ここはやっぱ書かせないと無理かなと思います。えー、続いて、世界は世界人権宣言が目指すような社会に近づいていますかと。 えこれは6年生の子どもたちですのでね、ある程度ニュースだとか、新聞記事にも興味を持っている頃だと思いますので、どういう意見が出てくるのか、楽しみですね。またはどういう事例を取り上げていくるのかということも非常に楽しみです。ぜひね、これは言わしてみたいと思いますね。えー、最後、自分たちの学級が世界人権宣言が目指すような学級になるために、あなたはどうして行きたいですかノートに考えを書きなさい。ということで、ノートに書かせて。 書いいいいいたたたことととを発表させたいというふうに思まますご、はい、ご視聴ありがとうございました説明欄に教材にすぐにアクセスできるホームページの紹介そして月に1回行っていますセミナーの案内を掲載していますのでそちらの方もご覧くださいこの動画が役に立ったという方是非チャンネル登録そして高評価ボタンのクリックをお願いしたいと思います